山本由伸さん、420億は確定。山本由伸さん、4球団が420億以上提示したため最低でも420億は確定する。しかし取れなかったチームは予算余りまくる計算になるよな。大谷の恩恵受けすぎでは。大谷と千賀のおかげやね。あと WBC、 ぶっちゃけこれに見合った活躍はむずいんちゃうか。千賀よりやれるやろか。ダルビッシュのメジャー通算くらいはやらないと期待外れと言われるレベルの契約。NPB に残るのほんま北斎な。大谷翔平のような実力ある先駆者が同国にいると恩恵受ける。何より若いもんな。これから進化する可能性もある。 WBC という最大級の就活イベントがあって、その後のシーズンでも圧倒的な成績を残せばそりゃ契約金も上がるだろうけど、ここまでとんでもないことになるとはな。体さえ壊れない前提なら相当やると思うわ。千賀は防御率2で格安どころか強奪契約と呼ばれる始末やからな。千賀クラスの成績を8年くらいが期待値なのかな。ご視聴ありがとうございました。